コーチーお疲れありがとうたくあんさんピカピカありがとうスペイベもあってゼスティーチャンネルもありがとうね見てくださった方 <laughs> キャラ大渋滞いさん結婚してありがとうひげメガネさん結婚してありがとうら井さんピカピカありがとうえねえ待ってそうはやとさんえちょっとそうそうそうなんですよ昨日さ配信でさ 6,800って教えてもらって、昨日の夜の配信で。で、その放課後音楽祭もあるから、今月中に頑張って7,000行こうねとかって言ってたら <laughs>、言ってたら、その、後の隼トさんの生配信、YouTube の生配信、ゲームの生配信中に、あの、ニューウェブプロジェクトの話をね、してくださって、チャンネル登録お願いしますって呼びかけてくださって、一気に、一日で、 そう !7000! 突破して !7500 とか今、7800なんだすごい本当にはやとさん効果ありがたいです本当にありがたいもうびっくりして昨日の夜急に増えたから、えと思ってなんでこんなに急に増えたのと思ってびっくりしたなまさかのね、はやとさん、はやとさんのおかげでした本当にありがたい本当にりオさん神ありがとうまスとろさんばら あ、花束。ありがとう。あ、待って。お兄ちゃん愛してるのありがとう <laughs> ありがとうね。スペイベ。楽しかった。<laughs> 私も愛してるよ。<laughs> スペイベはね、あのね、人生ゲームしたの。今日スペイベ。めっちゃ楽しかった。ありがとう。ありがとう。本当に。 ガッチさんピカピカありがとうねっ隼人さんもう見ましたしっかり生放送生配信昨日の YouTube の隼人のゲーム見てた見てたこんばんは7000人超えた公約えだからカラオケ配信 <laughs> カラオケボックスで98点取れるまで帰りまてんマジでやっちゃおうかな言って言ったのでね昨日98点ってでもめっちゃ高いよ98点 やちりんさんピカピカありがとう楽しかったスペイベも STU チャンネルも今日はありがとうやっぱり初め大好きだなと思ったよ <laughs> 私も大好きやっぱいいねスペイベもうなんかいっぱいスペイベしたいって思った次のスペイベがほんまに待ち遠しいやっぱあの距離感いいねほんまにスペシャルなイベントだなって思ったスペイベ 次のスペイベがもう今から楽しみです楽しかった松浦さん、受験者さんありがとうひろっちさん、神、ありがとうやつりんさん、ハートありがとうこんばんはちゅのさん、バラ、ありがとう人生ゲームはね、あずみんはえっと、アスリートでしたよ、アスリート,リートハヤツをた,たえる歌でもサプライズで作りますか <laughs> いやでも あの、今ね、広島に来られてて、はやとさん。明日、放課後の国際来てくださるんですよ、はやとさんが。来てくださって、で、明日会うので、もうほんと直接、はやとさんにお礼言って、ありがとうございますって言って。お礼言います、明日はもう。ひげメガネさん、ラブレター、ありがとう。いや、トーカのカナオさんもついに悲し会決。いや、おっと、めっちゃ。あって。 めっちゃニューウェーブの話なんですけどそうあのニューウェブプロジェクトの TSS のねスタッフさんかなおさんって方がいてくださってその方がそのオーディションの時から現在もこうあのサポートしてくださってるね優しいスタッフさんなんですけどたまにねちょくちょくその配信毎回いてくださるからお手伝いとかでたまに顔がチラッと映ったり姿がチラッと映 <laughs> ったりしてたけどそう今日ねみんなで配信 開いたら、とささんんかなおさん2人でみたいな話しててえー、顔出しとるじゃんってなりました控え室でもう4人でびっくりしたいつもかあのカメラの裏にいるスタッフさんが今日顔出してやとさんしゃべってたからもうびっくりしてびっくりこけました「清水さんアイラ v e ー、ありがとう」「今井美吉さんハートありがとう」「ミータさんピカピカありがとう」 さん、神、ありがとう。主さんお疲れありがとう。くまたかさんピカピカありがとう。ひいちゃんハートありがとう。よーちさんピカピカありがとう。ねね明日ステージ出てくれるそう。ボウリング練習してからたらんっなかった。<laughs> ボウリングじゃないよ今回は <laughs>。ボウリングじゃないから。ち <laughs> ささん、ん、ハートあありりががととう、うっピピカピカ、ありがとう ねえ、一輝さんハートありがとうかぼちゃさんハートありがとう3月末で2.5期の昇格なかったら加納さん降格の可能性あるえ本当にそんなこと言ってたの <laughs> えそれはそれはちょっと頑張って昇格戦体け <laughs> お世話になってるスタッフさんだから本当にちょっとね降格させられないわ

この調子ででもいやもうこんな1月すごい <laughs> 1月すごい月だっただって今月でその今月の初めら辺に千穂さんと鶴久さんの効果もあり「夜川さんハートありがとう」あり一気にねドドンと増えて6,000台突破してでそっからそうみんなでねいろいろ動画で動画じゃないわ X で告知したり。 ファンのみんなでいいっっぱい告知頑張って、そっから着実にこう増えていったりしてで大学にも行って大学に行った時にチャンネル登録してくださった方もいてって感じでちょっとずつちょっとずつ増えてたのがまさかねまたヤトさんのおかげで7,000突破して7800まで行って。 今月中にもしかしたら8,000いけるかもっていうところまで来れたのが本当に嬉しいいやもう大きな大きなあの進歩で進歩っていうか大きな一歩ですよこれ大きな一歩一歩どころじゃないもう爆走ぐらい <laughs> 大爆走急に大爆走したって感じです本当にね嬉しい1月いっぱいグ,グって伸びれてうれしかったよかった本当チャンネル登録者数が。 ミミさんハートありがとうヒゲメガネさんピカピカありがとうありがとうねありがとうね行いけそういきたいねこのペースで。 アーカイブで見て。そう、アーカイブあるからね。放課文学祭。アーカイブもあるし、生配信もするし、見てください。だから、お願いします。こんばんは。ひらすみさん、ハート、ありがとう。みおこちゃん、ググありがとう。ひめだねさん、ハート、ありがとう。しみこさん、お疲れ、ありがとう。ぷーたさん、神、ありがとう。 え、本当に見えてきた見えてきたよ昇格までの道がだいぶとっちゃんまーさんピカピカありがとう神もありがとうしめこさんピカピカありがとう岡田解説員のおかげ <laughs> そうえ今日の STU チャンネルさどうだっためっちゃ面白かったねえかっこいいちゃ面白かったほんとでもやっぱりにあのあれですね さんきちゃんと一緒ってことでうた私過去一いっぱい喋った STU チャンネルだったかもしれん <laughs> 面白かった自分もねめっちゃ笑ったまさかいもうねあのね生電話のくだりあの企画があるの台本で知った 2.5期のメンバーにもうほんまにめっちゃ責められた総攻めみんなから3人から「<laughs> アズミンのせいよ!」って <laughs>「アズミンがあんなのあ X であれやるけん企画になったじゃんか! <laughs>」っ燃えずりせんといけんくなったじゃんか!」ってめっちゃ言われました2.5期に「そんなそんなこと言うなよ!」って言って。 しかも控え室で「ちょっとお手本見てみよう」とかって言って X の私が出してるあれをめっちゃ大音量で流してくるんですよりおちゃんとか「<laughs> ちょっとお手本」って言いながら <laughs> 本当にやめてくれると思ってもファンの方に向けてだからあれはいいんですあれはファンの方に届けるっていう気持ちで SNS 投稿してるからっていうかそうだからファン自分のメンバーとか身内のスタッフさんに に聞かれるとやっぱ恥ずかしい <laughs> 恥ずかしいから聞くのはいいけど私の前で聞かんといてくれって思うぐらい恥ずかしいからあれ私の目の前で聞かれるとそうそれをねちょっとお手本って言いながらめっちゃ大容量で流してきたんです <laughs>。本当に本当にめっちゃもう面白い企画やったでも。 ね。届きすぎた。くるくるじゃないし。しや、本当に。くるくる面白かった。うん。めっちゃ面白かった。くるくる。え、高齢化すべき。どうしよう。めっちゃ。あの企画高齢化しちゃったら。 総攻撃バラエティテとかえそうだよえもうみょんみょんの,の <laughs> 一番面白かったのがそうなんか罰ゲーム結局ね負けてその結局負けちゃって自分たちのあの2.5期チームが。で罰ゲームがなんかあの <laughs>。 ちょっとポップなスーパーで流れてるような音楽に合わせて即興ダンスかつあのマイケル・ジャクソンマイケル・ジャクソンさんの踊りを入れ込んだ即興ダンスをしろっていうもう激激ハードな罰ゲームで待ちね <laughs> 本当にもうなんてば今までで一番嫌な罰ゲームだったかもしれんあれが本当に <laughs> なんだこれって感じの罰ゲームだったんですよそう それになんか急に2 5動きだから4人でそのこうポーとかってやったりしてたんですけどそれに急にみょんみょんがこうやって入ってきて踊りだして急に踊らなくていいのにめっちゃ面白かったねあれみょんみょんほんま面白かったあれあそこで入る勇気をすごいみょんみょんほんと優勝今日の MVP ですみょんみょんがこんばんは やすさん、くまちゃんのペンライト、ありがとう。せんさんハート、ありがとう。こんばんは。しょうさん、ペンライト、ありがとう。ひげめはねさん、ラブ、ありがとう。しょうさん、か、ありがとう。面白かった。 やったそう楽屋でもめっちゃいじられましたよ <laughs> 気にないやそう必ず家に行くみんな家に行きたがる <laughs> <laughs> レアくんピカピカありがとういや持ってかれたみょんみょんにりんくんピカピカありがとう ナリさん神ありがとういや面白いみんな面白いねサンケちゃんいやバラエティー力負けてらんないですよ <laughs> サンケちゃんにバラエティー力負けてらんないよ本当にもっと面白い子いるからね今日のメンバー以外にもゆゆ豊かですよ個性が本当にナリさんピカピカありがとうノブローベイさんハートありがとう 中島さん結婚してありがとう安住優秀やったほんとえそう乱入してきた能、ね、面にそうこれは対抗せんといけんと思って農面に対抗していきましたこうやってこんな変なダンスで <laughs> もう今日はもう好き勝手やってた楽しかっためっちゃいいキャラ面白いキャラだようんかわいい あざと、あざと、一応まだ、あざと師匠なので、あざと弟子。みょみょはあざと弟子ってことで。うーん。ラブリー,ポテー,トフォーティシッ4 6さん、ピカピカ。ありがとう。ひーちゃん、ピカピカ、ありがとう。恋さん、かわいい。ありがとう。ひげメガネさん。レインボースター、ありがとう。かげさん、ハート、ありがとう。りオさん、ラブ。ありがとう。かげさん、ハート、ありがとう。ねえ。のぶいちさん。 くまち,ゃ <laughs> くまちゃんありがとう。さんんちゃありがとうでもなんかマネージャーさんとかにもメンバーにもアズミンの生電話はなんかリアルすぎるって言われてリアルすぎてなんか変な気持ちになるって <laughs> 言われるんですよリアルすぎてなんか本当みたいほん,なんか本当に話してる電話を切り取ってるみたい ぐらいリアルだから変な気持ちになるって言われて何それ変な気持ちってどういうことって感じですねまあでもリアルが売りなんですよあれはリアルにやるからいいんですよな,な生電話はっていうことにしとく <laughs> リアルさ加減がねリアル彼女感なので熊根パパさんピカピカとかわいいありがとうえへへねっ そうあの岡田解説委員 <laughs> あれもさもう岡田解説委員頑張ったうちで <laughs> 頭フル回転でした岡田解説委う帝国さんハートありがとう。 こんばんはあ明日はカモンクさ籍待ってるねありがとうえかっ国立いい面白かった嬉しいまたねちょっとね負けたまんまじゃ終われないから本当にちょ次は勝ち試合しにいい勝負挑まんといけん <laughs> 勝つために勝負挑みに行くまたサンキちゃんたちに勝ちに行きます次はまた対決戦とあれ勝ちに行かんとこんばんは そう変な気持ち本当感ある <laughs> ねベートーベンさんもいっぱい面白く振ってくださってやっぱ面白いですベートーベンさんとお仕事またいっぱい出れたらいないスティーチャンネル。 ねえ確かにバラエティー上手になりたいなバラエティーバラエティー上手になりたいひれやすみさんバラあバラじゃないだるまさんありがとうバラエティー上手になりたいな,な,たいな結局でよかった <laughs> もしかしたら解説委員の方が向いとんかな私あざみんよりも解説委員の方が向いとんかもしれんひらまい先生のひらかれ先生みたいな <laughs> そんなに広金先生ばりのうまさだったそれはもう恐れ多いですわ MC, え本当本当嬉しい MC 仕事えっほんとほんとうしい MC 仕事 MC とかもね上手にできるようになりたいりあくんハートありがとうあざみん第3弾期待しててくださいあざみん第3弾 本当バラエティー力すごい。え、本当本当にこんばんはバラエティーコーナー確かにバラエティーって感じではないもんね、ニューエイドはね バラエティとはちょっと違うもんなニューウェーブのやつこんばんはえかわいいよねこれそうこれスペイベでね着てた服です千鳥柄の一番のおすすめはここの袖が広がっているってこと あ確かにえ自分審査員側で出るの全然ありですよもう全然審査員するみんなのあざとさを審査して <laughs> 絶対嫌がるけどみんなみんな絶対萌えやってって言ったら絶対絶対嫌がりそうだけどたろうさん花束ありがとうそう千鳥柄可愛いいよね前袖なの。 スカートワンピースですね下はちょっと短めのワンピースこんな感じ見えるかなちょここのねスカートがねちょっとねここで切り返されてこうなってるのも可愛いいっていう、うん、今ね新しいスカート注文してるんですよネットでいつ届くかなーって待ってるの早く届いてほしいスカートね頼んでるの今 ワンかわいいよねえ最近あったえ嬉しい天才的なアイドル様 <laughs> 今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々と。 けどさんさんと目そで見えない秘密はみつの味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰が好きになることなんて私わからなくてさ嘘か本当か知りえないそんなこめんぽーちゃんかわいいありがとう めっちゃ練習してアイドルガチで歌ってみたいけど絶対難しそうアイドルってあのね「無敵の映画笑顔でラスメディア」が難しそうアイドル誰もが目を奪われてくは割といけそうなんかあの声,声色がちょっと変わるところそうラップ的なところが難しそうでも歌ってみたいなめっちゃアイドルの格好 オリーブうどんさんハートありがとう。昼休みさんピカピカありがとう。コイさん結婚して。ありがとう。m g 遊び選手権やはい <laughs> やはいえ、初、ま、戦、あ、好き嬉しい。ひげメガネさん、レインボースタートハートありがとう。みかんさんピカピカありがとう。一週間頑張ってね。 一番ナンバーワンでオンリーワンですかあずみんがカギさん音符ありがとうタクアさんハートありがとうしミこさん音符ありがとうシンシンシンの助さんハートありがとう早口言葉言えんかった赤パジャマ黄パジャマ青パジャマか赤パジャマ青パジャマ黄パジャマやっぱ言えるん早口言葉できないあずみん 赤パジャマ、青パジャマ、キパジャマ、赤パジャマ、オパジャマ、キスパジャ、いキパジャマが言えない。赤パジャマ、青パジャマ、キパジャマ、赤パジャマ、オパジャマ、キパジャマ、パジャマ、オーパジャマ、キパジャマ。もう何文字でしたが、ナさんハート、ありがとう、しめこさんハート、ありがとう。赤パジャマ、青パジャマ、キスパジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、赤パジャマ、パジャマ、キパジャマ、赤パジャマ、オーパジャマ、キパジャマ。 赤パジャマ、オパジャマ、キパジャマ、赤パジャマ、オパジャマ、キパジャマ、バカじゃない、パンパンにオパジャマ。マジ。キパジャマ難しいよね。めっちゃ言えない、早口言葉、昔の方がまだ得意だった気がするけど。最近言えないんですよ。パジャマがむ、パジャマが難しい、パジャマが。パジャマ、パジャマっていうのが。

その後分かんなかなった火の中に手を突っ込むみたいなやつあれ分かんなかったそうエビでタイマで分かりました聞いたことあるエビでタイマあそうか中ゅうの栗を拾うそれそれか中の炭を拾うかと思った炭かと思った栗じゃなくてコウさん結婚してありがとうりあくんピカピカありがとう ありがとう、体調で気をつけるねありがとね順調にいけたらいいな2月3月2月もね僕体もあるしまた忙しくなりそうだから体調には気をつけて頑張ります え僕と当たってほしいまだ当録まだだよね東京公演当たれ僕隊副フ,フェスもあるしそう副フ,フェスもあるしね当たってーみんな僕隊当たってほしいあもう当てるあずみんファンみんな当たれ祈ってます昼と夜あるからね2部当たってほしいりおくんバラありがとうだしドンレミーさんのおやつも始まるし ドン・ミーさんのコラボカフェも始まるし始まるからねあれも行って食,べ食べに行ってほしいなまだ完成形出てないよね描いてる映像なんかそのデザインしてる映像はニューウェーブの方にね上がってるんですけどそうキャパがねめちゃめちゃ大きいわけじゃないからちょっと激戦っぽいうん結構でも応募は集まってるっぽかったからね 当たってほしいみんなが来てほしいあずみファン本当に当たってほしいです僕対のんねミーはそう10日から2月の10日からですねちょうどバレンタイン期間やってるからそう確かに毎週あずみなんかあるそうだね毎週あるね嬉しいですねいろんな何,何かしらがある確かに そうね、昼夜どっちも当たってほしいけどどちらか当たったらうーんって感じかなどうやろう当たってほしい当たってほしいなみんなどっちかだけでも当たってほしいどっちかだけでも来れたらいいなみんながね二2月リアル広島もあるしいっぱい会えそうあ買いに行ってんのよく。 そうなんだいっつも行ってるところなんだドンレミーさんね広島にね店舗がないから初めて行くんですよ私ドンレミーさんのケーキ、まあ、食べたことなくって食べに行きたい普通にドンレミーさんのケーキも食べたいしコラボケーキとコラボドリンク食べに行きたいですねデザイン早く見せたいんですよみんなにデザインを早く見せたくって ペーとかも作ったんかねえあずみーあずみんだけ見ててね東京公演。小 <laughs> 恋さん結婚してありがとうプリンアラモード美味しいからええー、食べたい美味しそうプリンアラモードトンレミートンレミーさんあずみーんだけ見に来てね東京公演。 あと明日は放課後音楽祭ね。久しぶりにね、ソロも披露するから。ソロも披露するから、楽しみにしててください。頑張る。ソロ。未来へ。頑張ります。見ててね。アーカイブもあるよ。しんごくんバラありがとうありがとう。ドキドキする。ドキドキする。めっちゃ。 でもこの前ソロ披露した時はあの初手だったんですよ初日一発目の日にソロ披露したからそのそれと比べたらやっぱり初日の方が緊張してたなうん初日よりかはまだまだレ練習とかも落ち着いてできたかなでもソロはね緊張するけどねどっちいつにいつしても緊張するけど よしじゃあもかな13位水いさんありがとう12位リンくんありがとう11位しみこうさんありがとう10位リオさんありがとう9位ぬっしーさんありがとう8位くまねパパさんありがとう7位つのさんありがとう6位ひれやすみさんありがとう5位みオこちゃんありがとう4位こいさんありがとう3位ひげめがねさんありがとう2位マさたロさんありがとうそして1位は ルル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 ルパンお兄ちゃんありがとうございましたありがとう明日は朝8時からします8時からするうん待っててください8時から少しだけ配信しますうん ねあねねあずみんで終わりますせーのって言ったら「ねねえあずみん」って言ってくださいいきますせーのなーにーありがとうございましたバイバイおやすみーまた明日ねーバイバーイ